ミラクルフルーツを食べたよ。おかしな、おかしい。うるせえしさ。え、うるさいですか。うるさいし、何そのサブタイトルみたいなの。いや、この間ね、ミラクフル、ミラクルフルーツ。ミラクルフルーツ食べたんですよ、うん、すごいですね。あれはずっと食べたかったんですよ、うん、でね、この間やっとその実をいただきまして、うんうん、でこう口の中で転がしてレモンを食べたら、うんうんうん、甘い甘い、ずっと食べたかったんですよ。へー、さ、安易なダジャレ。ちょっと待って、おそれで終わりかよ。今多分リスナーもみんなへーでーってなったよ今。いや今多分僕サイトだったよ。まさにミラクルなフルーツでした。あ、そう。はい、安易なダジャレで思いついたこのコーナーは、世の中にあふれる様々なお菓子たちの中で異彩を放つ、文字通りおかしなお菓子を僕たち二人が体当たりで紹介するコーナーです。はい、まあ、あの越前クラゲとね、磯の香りにやられたりしておりますけれども。はいはい、いやいや、そんな今回はね、もっと気合い入れていこうと。ていうか今回さ、メール何にも渡されてなくてさ。そう、もらってないんですよ。だから辞職してくださいって。そう、なんかうどうなっちゃうのかなっていう、はい、何か持ってますけどね。とりあえずなんか置かれてます。来た、俺またキャラメルか。いただきます。じゃあとりあえずまあいただきます。同じ味ですか。同じ味。これ同じ味。ああ。じゃあちょっといただきますかね。せーの。せーの。ミスティ。あ、ミスティいたら食べないわ。そうか。ごめんごめん。せーの。ミスティ。あ。ん？ん？ん？これ、ん？なんかさ。俺普通に。俺これもしかして食べたことあるかもしんねえな。これ塩ラーメンキャラメルじゃない？ほらやっぱりそうだよね。この微妙なごまの風味。あ、する。ごま油みたいな香りよ。うん。あ、うまいね。これはいける。うん。うん。何これ？なんでもう一個あるの？まだ俺塩ラーメンが処理しきれてないんですけど。これ塩ラーメンってことはこれなんかさ、嫌な予感するんだけどさ。何ラーメンですかこれ？ちょっと待って、塩ラーメン入れたまんま食うのか。もう食ったぞ、おい。え、まだまだ行こう。え、分けた方がいい。うん、分けた方がいい。ごめん、はい、水あげる。飲み込め、飲み込め。飲み込めなかった。ダメだ、まだ口にいる。え、食べました。あー、食った。あー、こっちはがっつりラーメンだな。うまいですか、ちょっと。え、おいしい。あ、おいしい。おー、なんで、この香りすごいよ、ちょっと。これとご飯でいきますよ。いけねえ、甘いじゃねえかよ。いや、いけるいける。あ、美味しい。うん、これ、ちょっと。わー、ご飯ないのか。はい。はいはい。ということで、これを、送ってくださいましてね。あの、塩ラーメンキャラメルと味噌ラーメンキャラメルです。素晴らしいな、この人は。ん？うん。あの、まあ、ミスティネーム、高瀬淳さんからですね。はい。あの、先ほど読んだ方ですね。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。まあ、いただきまして。はい。まあまあですね。うん。ちょっと待ってください。結構ね、長めに書いてくださったので、要約しますとですね、第1回目の放送で、ジンギスカンキャラメルの名前を出してたじゃないですか。あ、はいはい。うん。で、まあ、道民の私としては、それが、それを聞き逃すことができず、うん。北海道にもこんなもんがあるんだぜ、と。おー。いうことで、うん。うん、送っていただきましたのが、あ、なるほどね。函館塩ラーメンキャラメルですね。うん、うん、塩ラーメンキャラメルのことしか書いてないけど、この味噌ラーメンキャラメルは触れてないのかな。でもこれああそこにパッケージがありますね。ごあ、違う、ジンギスカンキャラメル。ああ、俺らすっげえ勘違いしてた。え、この味、これジンギスカンキャラメル。あ、ジンギスカンキャラメルと、そっか、塩ラーメンキャラメルなんだ。なんでもう一個用意されてるのか。ジンギスカンって食べたことないんですけど、味噌ラーメンの味がするんですか。味噌ラーメンみたいな味がするとね、あ、ジンギスカンキャラメルか。え、味噌ラーメンの味しますけど。あ、でもね、ジンギスカンって聞いたら、なんかジンギスカンな気分になってきた。美味しいジンギスカンって。うん、初めてがジンギスカンって。うん。まあ、北海道ですからね、ジンギスカンは。うん。はい。いやー、ということで、ちょっと、あのね、微妙にジンギスカンにね、やられ始めてるんだよね。え、これがジンギスカンですか？いや、もうだからほんと、ね。俺ら完全に味噌ラーメンだと思ってますよね。うん。ほんとだよね。味噌ラーメンって完全に思ってたけど、これジンギスカンキャラメルなんですね。塩ラーメンの後に来たから。いや、でもこれほんとに微妙に聞いてくるな。ゆわゆわと。まあ正直、ジンギスカンって聞いてから先ほどの喜びはなくなっちゃったんですけど。
味噌ラーメンでよかった、はい、というわけで高瀬さんありがとうございました、はい、わざわざ送っていただきましてね。シモンさん、はい、なんか新しいの来ましたよまだメールっていうかまだありがとうございましたって言ってる最中なのになんで勝手にそうしちゃうの。俺まだジンギスカン処理しきれてないですもん。まあとりあえずじゃあカジ君お茶飲みなお茶、うんうん、はい、じゃあ続いてじゃあ行きましょうか。はい、ね、うん、なんかちょっとちっちゃいもんなんですね。はい、粒状ですね。粒状ですね。なんだろうな、チョコレートか、うん、ちょっと待って、多くない、チョコっぽいですか。いや、まあ、はい、あ、違う味ですね、これはきっと。え、なにこれ。はい、というわけでですね、まあスタッフから手渡されたのはですね、はい、なんかちょっとチョコでコーティングされているような何かなんですけど、うん、ちっちゃい粒ですね。なんか綺麗な色してますね。そうですね、うん、これ、まあ、とりあえずこれを食えと。一気にいきますか。せーの。あ、え、うん、なんかプラスチックみたいな、うん、おい、弾けるキャンディー、ホワイトチョコ味、うん、美味しい。これ普通にうまいね、うん、弾けるキャンディー、ヨーグルトチョコ、これ、うん、グレープ味です。これはソーダ味って書いてある。聞こえるかな。なんだろうね、このマイク、お、マイクに向かって二人で口パカー開けてるっていう姿もちょっとうん。なんだろう、うん、このシュールなの。はい、え、これ美味しい。はい、ということでね、こちらの方がですね、こちらはあれですね、紹介ですね、うん、ミスティーネーム野鳥さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、私が紹介させていただきたい、おかしなお菓子はですね、無印良品さんから出ている、弾けるキャンディーホワイトチョコ味と、弾けるキャンディーヨーグルトチョコ味ということでね、口に入れた瞬間は爽やかなんですが、後々で続く、衝撃がたまりません、痛くて怖くて口が閉じられないんですって書いてありますけれども、はい、まあまあ僕たちはそのカジ君まだ口パカーン開いてっけどよ。あれ、なくなっちゃった音が。ちょっとほじ、でもそんな言うほど弾けなかったんだけどね。弾けまくりですよ、こんなの。弾けまくりか。ちょっと悶絶するほどって書いてあるよ。あ、悶絶はしなかった。うん、人が悶絶する様が目に浮かぶようで、今から楽しみです。ちょっとシモさん、ソーダください。ソーダ、そう、え、俺のグレープですもん。あ、そう、あ、スタッフが事前に食べたんですって。そしたらね、痛かったって。痛かった。いや、別にそんな、これ噛んじゃいけないのかな。え、噛んじゃダメ。うん、なるほど。噛まないとまだこれまた収録時間かさむんじゃないの、うん、え、噛まないと痛くなるんですか。これすっげー美味しいんですけど、これ。とりあえずこれチョコ溶かすのがすごいじゃん。食いすぎじゃねー。美味しいんだもん。なんか今日いい日だ。あ、出た。これね、うん、蒙古タンメンっていうのを食ったわけですよ。あ、さっきのね、うん、話してましたね。うん、蒙古タンメン。あれに、あ、あ、痛いね。痛い。噛まなかった。噛まなかった。痛い。なんか痛いな、これ。クック、今、チョコを溶かして。これ、聞いてる人楽しいのかな。ほんと、ミッキーライオンは大丈夫なのかな。あ、あ、すんげえ音がけるこれ。マイク近づいてないもん、今。気持ちいいな、むしろ。カジ君はリアル M か。違う、そんなに痛くないんですよ。あんま、すっげえ痛いわけじゃないけど、いや、でも微妙に痛えよ。てか、うん、何より美味しい。あ、カジ君お気に入りのものが。美味しい、これは本当に美味しい。俺今回一番甘かったのは、俺やっぱりピオラーメンキャラメルかな。あ、なんかさ、おかしなお菓子ってさ、俺ら二人がダメージを受けて、こうお菓子を食べてダメージを受けてっていうのが悶絶する姿を見せるはずが、なんか美味しいものになっちゃった、ね、いや、いいんです、それでいいんです、それでいいんです。でもこれはリスナー的には面白くなかったりするんじゃない。え、そんなみんな嫌な人なの。嫌な人とかそういうことじゃない、違う。だからみんなはやっぱりこう俺たちがね、うん、こう困ってる様を見たいとすごいですね。いうことなんじゃないの、わかんないけど。困ってますよ。
僕はいつでも。なるほどね、うん、困ってますか、うん、それは何に困ってるんですか。もうかん、なんか生きることに。いやでも今日は全問正解でした。全問正解だった。あのジンギスカンもいけた。いけました。てか俺の中でも味噌ラーメンキャラメルです。ジンギスカンだって目打ってんのわざわざ見せてくれたろ。ジンギスカンって、うん、何の何でしたっけ。羊の肉だよ。ジンギスカン食べたことないんですよ。お、もう今はじゃあ食べに行く。じゃあこの後この後じゃあ焼肉改めジンギスカンで。いやいや、まあね、すごく僕はすごい満足したお菓子の、お菓子でした。まあまあこれからもこう僕が喜ぶようなお菓子を期待して、うん、俺もうちょっと強烈なのでもいいな。じゃあまた韓国のりチョコ出しますよ。いやそれ以外のものです。じゃあ次は何などんな韓国のり。あ、何ていうか俺今口内炎できたよ。え、マジで。あ、口内炎できた。あ、びっくりした。え、これでですか。弾けて、うん、弾けて。さっきなかったんだもん。いやすね、はい。じゃあそんな下野さんを癒してあげたいぐらいですけど。続いて